かこんにちは、はい、豊さん、もしかしたら争奪戦が始まるかもしれません。おー、いいね。なんとあの元 DeNA のエスコバー投手が、はい、あの 3A の、カブスの相棒を解雇になったということで、まあ、7月31日までが外国人選手の補強できる時期の期限でもあるんですけれども、はい、もしかすると、まあ、DeNA はじめ日本の球団が取りに行くんじゃないかということで争奪戦が始まっております。ファンの中で、ファンの中で、ね、いやだけど DeNA にエスコバーいて、うんうん、まあいた時ぐらいに投げてくれたら、はい、これは結構な戦力になるよ。だから DeNA のファンは戻ってきてと今言ってます。いやまあそうだろうな、はい、いやまあ争奪戦になるっていうよりも、はい、戻るんだったらエスコバーは DeNA に戻ってくる、はい、もう他はじゃあなんでかっていうと、はい、筒子の時盛んに言ってたからね、うん、いやそれは DeNA に戻るでしょうって、いやそれは言ってたよ。あ、そうなんですね。元いたチームに戻るのが筋だろうみたいな。そう、じゃあ絶対ですよ。いや絶対俺は DeNA に戻ってくると思う。他のとこ行ったらあの時の言葉はってなりますよね。まあもちろんね。そうですよね、うん、もうおそらくどうですか、あの DeNA の球団としてはスカウトの人も含め行ってますかね。今左行って坂本がね、はい、こう頑張ってるんだけども、やっぱ坂本一人ではやっぱちょっと心もとないし、はい、まあ、そうなってくるとエスコバーがやっぱいてくれると、はい、それと中継ぎがある程度ね、まあ、揃っていると DeNA も優勝のチャンスは大いにあるし、はい、だからエスコバーが帰ってきてくれるってなると非常にありがたいよね。そうですよね、うん、他球団もないないオファーには、いや出すと思うよ、うん、これ出すとすると今左の中継ぎ欲しいところっていうとどのあたりがオファーしたいなって思う球団ですかね。それは楽天も欲しいな、うんうん、まあターリーとかね広島から取ったけど、はい、まあ、左右関係なくさ、うん、エスコバタフだからさ。そうですよね、で右左関係なく投げれるから、はい、楽天もやっぱここから浮上していくってなるとやっぱ中継ぎ陣の強化っていうのは必要かなと思うし、うんうん、欲しいんじゃない。あとどう阪神は今ね左でっていうと桐敷投手が、まあ、フル回転だしな、うん、でもね左っていうことに関してはいるんだよ、うん、あそこは、まあ、いるはいますよね。小川もいるしさ、うんうん、島本もいるし、うん、まあ、岩佐だとか、まあ、投げてはないけどね。そうなんですよね、うん、まあ、いるのはいるんだよ。ただずっと安定してっていうと、まあ、岡田監督はね、うん、阪神の第一政権の時にウィリアムスっていうのがいたんだけど、はい、それを照らし合わせて重ね合わせたら、うん、エスコバっていうのもありかもな。そうですよね、そのやっぱりちょっと中継ぎ陣が疲れてるっていうところもあると、ね、獲得に行く行かない別として欲しいのかなっていうところもありますよね。まあ、そうだな、うん、でオリックスも欲しいんじゃない。うん、オリックスって右は結構いるけどさ、はい、左がなかなかね、うんうん、まあ、いないというところで、はい、まあ、エスコバがいてくれたらいいと思う。ソフトバンクは、まあ、今オスナ不在ですけれども、松本投手とか、いやまあヘルナンデスがいるからな、もうね、いやですかね、もう同じようなタイプはいいんじゃないのかな。そうか、ロッテ、ロッテな、うん、まあ、ロッテもいいかもわからんな、うん、まあ、外が、はい、エスコバちゃん来なさいよみたいな、そう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 、言うかもわからないけどもな。そうですよね、うん、あのちなみにエスコバと今シーズンの平均球速は 148.8 なので、ちょっと落ちたな、常時155とか、うん、まあいい時は出てたけども、そうか、やっぱちょっとパフォーマンスが落ちてるかもわかんないよね。なんか今年1年でその海外行ったことによって何か変化があったんですか。まああるかもわからない。でよりなんかちょっと神経質になってコントロール重視で投げたかもわからないしね、うん、まあ、日本の場合も力でねじ伏せようとか、はい、まあ、そういうことはしたけどもね、うん、向こうだとそれじゃ通用しないっていうんでコントロールを重視してちょっとスピードを落としながら、まあ、やったのかもわからないし。そうか、でもこれ日本に戻ってくると、まあ、去年までのパフォーマンスっていうのは期待はできるんですか。いやわからんなこれはな、まあ、ボールももうまたね、うん、感覚も変わりますでしょうか。まあそんなには変わらないとは思うけどね。でもね148、おおよそ150だよね、うん、まあそのぐらいでしっかりしたボールが投げれれば、はい、そんな打たれないよ。大丈夫ですか、ね、まあ、大丈夫だよ。そっか、一度もねちょっとメジャーに上がらずのままになってしまったの、まあね、まあ器用なピッチャーじゃないからね、うん、まあ、球種も豊富なわけじゃないから、うん、それは合わなかったかもわからないけども、うん、まあ1イニング限定とか、うん、ワンポイントとか、うん、
まあ、そうだったらまだまだ使えると思う。そうですよね。でおそらくじゃあもう 99% 日本球界復帰だったら DeNA でしょうしと思うけどな、プラス DeNA は7月31日までになんとか契約にこぎつけないといけないのでいきそうですかね。まあ可能性はあるよね。ないパターンもありますか、可能性は。絶対とは言い切れないけど、うん、もうそういうなんか脅しみたいな聞き方するんじゃないの。でも行かないとすると、はい、何の理由があって行かないのかなっていう調査はしてると思うよ、うん、ただやっぱもうパフォーマンスが完全に落ちてるとかさ、うん、そうなってくるとやっぱ取らないよ。あ、そうか、そこにお金は投資できないもん。そうか、ほら、バウアーのために取っといた資金で、あ、そうか、新しい選手取っちゃったか、まだ余ってるまだ余ってます。あ、余ってる。そうか、あと今永ね、投資の分もで、エスコアもそんな高いこと言わない、日本の球界に戻ってくれるんだった。あ、そうかそうか。そしたらじゃあそしたら足元見たりしてな、他の球団が来てたらそう、分からないですよね、そうすると。まあね、はい、まあだけど、まあ、エスコバーの性格だったら多分 DeNA を選んでくれるでしょう、ね、男は黙って投げるだけですもんね。そうそうそう。これじゃあ日本球界に戻ってきた場合、エスコバー選手っていうのはやっぱ DeNA が優勝とか目指していく上でのピースになってくれる。いや、なるなる。で、まあ、打者陣はいいし、まあ、キャッチャーもね、山本というね、もうキャッチャーが育ったし、はい、まあ、ピッチャーだってジャクソン K が、はい、まあ、ある程度計算が立つようになったし、うん、まあ、東がね、この前も負けたけども、うん、まあ、安定してるというね、はい、浜ちゃんも完投した。そうですよ。で、石田も出てきた、はい、だからある程度ピッチャーも良くなってきて、うん、先発ピッチャーね、はい、あとは中継ぎだよな、まあ、伊勢がいないとか、まあ、矢崎が戻ってきたけども、はい、まあ、どこまで投げられるかね、まだちょっと分からない部分もあるし、はい、だからそういった意味では一人でも多くの中継ぎ陣投手っていうのは欲しいと思ってると思うよ。そうですよね。一方で DeNA にこのエスコバー投手がもし仮に戻ってきて中継ぎをまた、ね、使われるとなると、セリーグ5球団はそれはやっぱり嫌だなっていうのは。いや、そりゃ嫌でしょう、うん、でもそれなりの実績を残した、うん、外国人選手だからな、はい、嫌だと思うし、はい、そりゃ迫力あるもん、左対左で。あ、そうか。やっぱエスコバみたいな力があってさ、うん、ああいう変則のピッチャーってさ、うん、それは嫌だと思うよ。そうですよね。だとするとね、やっぱり DeNA 球団側取りに行ってほしいなってファンが思うのも納得しますよね。新しい外国人取った時に、はい、バッターじゃなくてピッチャーでしょっていう声も多かったぐらい。そうですよ。やっぱりこうピッチャーに対しての危機っていうのは感じてると思うんだよね、うんうん、だけど俺も先発ピッチャーはある程度はね、ゲームも作ってくれるし、うん、頭数いるし、はい、まあ、そんなにあれだったんだけど、やっぱ中継ぎやな、はい、それはもう優勝するためには必要になってくるなっていうには思ってたけど、うん、これがエスコバー入ったら本当に心強いよ。そうですよね。ね、フォード、ね、一塁手というしか守れないね、フォード来ますけれども、まあ、そうだね。そうなんですよ。なので、ね、みんな中継ぎ中継ぎ取った方がいいよって言われてた中で、このエスコバー選手がやっぱ契約が切れたっていうニュースが入ってきたので、まあ、残りね、あと数週間本当にわずかしかないんですけれども、 DeNA からこれはちょっと球団発表出るんじゃないかなって毎日毎日。いや、でもね、エスコバーの気持ちを考えるとやっぱ帰ってきたいと思ってると思うよ。日本の環境で、うん、一軍でああいう扱われ方してファンもいて、うん、待遇的には最高だと思うよ。そうですよね。家も横浜で家も横浜。いやいや、そうですね、それは住環境はいいところに住んでるもん。そうですよね。あの港未来かなんか住むんだろ、多分あの夜景の綺麗な。そうそうそう、うん、何の不自由もないよそうです。それは投げるだけだもん、男は。そうですよね。黙っとけばいいんだもん。で、もちろん一軍スタメンなので、あの交通もね、移動もいいでしょうし、歩いていくよ、散歩がてら。てだから自分の出番はもう8時過ぎだから。そうです。そっか、それまでは時間余ってますもんね。そうよ。中華街行ったっていいですか、ね、もう飯食って、うん、ブラブラして、うん、でそろそろちょっとアップでもするかみたいな。そうです。マッサージ好きだぞお前。完璧じゃないですか。毎日マッサージ。いや、いいですよなあ、うん、で終わったらサウナついてるし。最高じゃない。球場に、うん、でファンはもうエスコバーって言ってくれる、うん、言ってくれるし。そう、いや、俺戻ってきそうな気はするな。そうですよね。 DeNA がね、本当取りに行くんだったら、うん、取りに行ったとしたら俺は DeNA に決まると思う。もうね、そこそこ言ってただけに、ね、うん、そうですよね。これ他球団行ったら本当にびっくりしますけど。ただね、いやもう絶対絶対 DeNA、 あいつは裏切らないから。本当ですか、うん、いや、ほらね、今のが言うよ多分。
お前 DeNA 戻ってこいよみたいな。あ、だってカブスで英語の先生してあげるって、ね、言ってたんですけど、一度も叶わずだったので。本当だよ、もう何してたもん。そうですよね、今永ね、投手は今頑張ってますけれども、そうか、他球団にはね、行かないといいなっていうふうにやっぱり思いますけどね。いや、俺は確信はあるよ。まあ、パフォーマンスが落ちてなかったらいいけどな。そこですよね、まあ、そこだな。そう、帰ってきても、なんかちょっと悲しい姿を見るのは、ね、まあまあ、でも悲しい姿になるんだったら、DeNA がもう花が取らないから。取ったとしたら働くけども、でもそこだと思う。もう取ったとしたら働けるから、絶対。じゃあちょっとこの数週間の間に、はい、このニュースが出るのか、はい、ちょっとね、チェックしていきたい。楽しみにする。はい、はい。